はい、じゃあ次の方どうぞ。失礼します。はい、よろしくお願いします。いますはい、あの、ネタが良かったら、あの、うちのネタ番組、えー、出ていただきますので、はい、ネタを見してください。で、もし、あの、まあ、こちらからもいろいろ、あのー、まあ、こういうふうにネタを改良してみたらいかがですかと提案させてもらいますけども。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずネタをお願いします。お願いします。はい、ピン芸人、メロシー山田です。はい。うん、メロディーまではいかないメロシー、メロシー山田です。お願いしまーす。新生サイザーがり。はい はい、うんはあ、洗濯物干すか洗濯物を干してると思うでしょう指揮者やったんかい、うん、あらカーテン外れてるカーテン直さないとカーテンを直してるように見えて指揮者やったんかいあら風船が 木に引っかかっちゃった分かった取ろうあ、あ、もうちょいで取らそうもうちょいで取らそうもうちょいで取らそう風船取るんじゃなくて、指揮者やったんかいパカ鍋の湯気で顔が見えませんその湯気から、指揮者やったんかい 最後はもちろんシンセサイザーです。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、まあ、結構キャッチーで、はい、まあ、うん、まあ、悪くないなという気がするんですけども、はい、えっと、うん、まあ、あの、キャッチーで、あの、 案外こういうパターンはなかったかなという感じがします。はい、ええー、まあ、うちのネタ番組に出ていただくには、結構値するかなという気がしてます。で、その中で、ちょっとネタを改良したいなって思うんですけども。はいはい、まあ、もちろん芸人さんのプライドがありますので。まあ、あのー、一つ目が選択をしてた。はい、あの動きが、ちょっと選択っぽくないというか。 うん、<ー>もっとこう、例えば、ハンガーかけて、あ,ーあ,ーあの T シャツの時にハンガー首伸びる。はい、一発そこであるあるを一つ入れといて、はい、これ選択のあるある言うんかな、この人と思いきやそれが指揮者やったんかい。 指揮者やったんかいってテンポ感がすごいよくて、はいはい、そうすると一気にこれ世界観に入れるというか確かに、うん、確かに分かりやすいのよえっとああと洗濯 T シャツをつか、えーはい、ハンガーを入ったら「あー T シャツの首伸びちゃうな洗濯って大変だな洗濯してると思いきや指揮者やったんかい」みたいなそうそうそう<ー>そっちのお客さん笑うと思う俺はこんなんで笑わんけどあの全然こっちのキャッチーやしいいと思うで2つ目カーテンのやつ はい、でカーテンの時にカーテンってさ開け閉めする時どんな音するあえっシャッそう、はい、それ使えるんちゃうかなと思ってあ<ー>せっかく指揮者やったんかい指揮者やったんかい。 うわ、ほんまや。なんて気づけんかっうん、それ取り入れたもし、もしできたら。ああ、シャー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 、やったんかいみたいなことですよね。シシャー、やったん。シャー、シャーで動き回した方が、多分、シャー、シャー、やったんかい。笑いやすいと思うな。確かに。俺はこんなんじゃほんまちっと笑わんないけど、あの、やっぱ、客やったら笑うと思う、これぐらいの方が。で、3つ目が、えっと、風船。はい。風船ですかで、風船をね、なんかもうちょっとジャンプするとか、 ちょっと迷ったんですけどより指揮者に近づけるためにジャンプせん方がいいんかなとか思ってだからやん最初にジャンプしといてそれこそベートーベンが激しいイメージあるやんかああ激しい指揮者みたいな同じ指揮者のテンションじゃなくてここが急に激しい指揮者みたいなああそう動きの激しいこの指揮者みたいなそう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 指揮者やったんかいみたいなああ確かに動きがあるら絶対受けるから俺はこんなんじゃけへんねんけど もう薬でもせんねんけどもうそれはやっぱり100円で笑うよこれぐらいのほうが茶の間は茶の間これぐらい変化しつけた方が笑いやすいうんで挟むやんか最後はもちろんシンセサイザーです、はい、シンセサイザーですそれはそ,それがねトータルし意味わからんのあんまり一応この喋ってた声が、うん、なんかシンセサイザーですみたいなあーそういうこと、はい、あのメロディーまではいかない「メロシー山田です」っていうこの自己紹介も、うん、シンセサイザーかいみたいな はい、設定ではあるんですけどメロディーがメロ C ってことでしょ、はい、アルファベットの ABCD そうです、そうですそうですれってなんでシンセサイザーもいかないのそれであ、C! うわ、なんて傷つけへんかってんそれ確かにそれで落としてもいいんかなって C セサイザーですあーだからそれ一応複製になってるから多分百めっちゃ笑うと思うああ、そうかそうか,そうか俺はほんまに笑わんねんけどそんなじゃ笑わんというか心がおもろいなとも思わへんねんけど多分それぐらいのことをやってる方が客笑うし俺はほんまにその何笑い我慢してるとかじゃなくて もうほんまにだからねねその変化がっていうもう根っこが腐ってるからそんなんじゃなんともほんまないねんけど、まあ、こ個人差あるってことですよねうん、まあ、これぐらい笑うと思うよ特に小学生ぐらいはテンポ感しーん使うん脳みそつかんの笑えるネタというかあ笑えるネタってうの俺笑は俺で笑わんけどなそういう意味でうんあそんな感じうんでもまあそれをもしやっていただけるのであればもうほんとにあのうちの番組出演していただけたらなと思いますけどもそうです、ね、はありがとうございます、はいなんか あシュール系のネタの方がいいかなとかも思ったんですけどまあ,あシュール系あルシュール系ああシュール系できへんやろあいやまあ多分シュール系真似事してる感じ出ちゃうからどうせこれぐらいの発想の人はうん僕で受,受かったんですか受かったあ受かったす、うんすはい俺には受かってないけど<あ>うん俺にははい あ、分かりました。はい。うん。はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくいろアドバイスありがとうございました。うん。すみません。別に、おもろくするためにアドバイスしたわけじゃないから。受けるためにアドバイスしただけやから。それだけ勘違いせんように。<あ>うんす。はい、嬉しいです。これおもろくなったって勘違いせんといてな。これ受けやすくなっただけやから。おもろさは一緒。お,<ー>あおもんなさは一緒って言った方が分かりやすいかな。おもんないもん、めっちゃ。なんかシュール系のネタが迷ったんですけど。<い>まあ、あれ、でけへんだよ、お前みたいなやつ。シュール系のネタは。 うん、シュールってそういうことちゃうしなんかほんまボソボソっ言ってやれんのかじゃ喋らんやつがあったんですけどちょっとあのまだ覚えてなくてほら、はい、もう覚えてないとか言ってる時点でちゃう覚える覚えないの問題じゃないからうんはい受か,受かりましたああよかったすいません、はい、あれです受けやすくしたんでネタをあれです、はい、決して面白くしたわけじゃないんで、はい、おもんなさい一緒です、はい、またよろしくお願いします、うん、グラサもいらんでそれ 邪魔からほんまになんて気づけんがったんこれ。いらんの。はい。その後、いつもリアクションがちゃうねんな。嫌やねん、俺。そういうの。めっちゃ多いんだけど、そういうやつ。はい。そんなんで大人が喜ぶ思うてんねやろ、そういうリアクションで。おうれ<そ>しないねん。なんで気づかへんかったんや、とか。いや、俺もプラス3人で溜まってるからさ、お笑い番組作るだけでこの世界入ってさ、いざお笑い番組作るってさ。でも自分がほんまにおもろいと思うネタ、テレビで披露しても、数字下がるだけやねん。<laughs> 結局、茶の間がウケるネタせながらね。 茶の間がおもろいって感じるネタじゃなくて茶の間がウケるネタせなあかんねそのフラストレーションやばいね俺はもうシュール系のネタまた今度お前シュール系二度と言うなお前できへんくせにいやいやあの全然あるんでやるやじゃあ今ああまだちょっと覚えてなくて、はい、それやめろ覚えてないとか今度また見させてはい披露させていただきたらと思いますいらんわはい紙で書いてるネタが一番おもんないじゃんうわっんまや確かにそういうのが嫌の俺その後のリアクションお前今ほんまに言ってるんじゃなくてもう 俺に気に入られるためにリアクション取ってるだけやろそれここ叩くとかもちゃうねんあはいすいませんうん色々勉強になりますすいませんありがとうございましたはいこれからもよろしくお願いします失礼しますはいよしああおもんないわチャンネルチャンネルチャンネルチャン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 この音ははいシンセサイザーです チャンネル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 チャンネ 指揮者やったんかい。チャンネル登録よろしくお願いします。僕たちの本気です。ぜひ来てください。ぜひ読んでください。フレ。フレ。ネタサロン。フレ。フレ。ネザーサロン。フレ。小皿か小皿か。フレ。ジャルジャルに興味あるやつ、ネタサロン。入りたい人小皿か小皿か。 フれ、フれ、ヌるサロン、フれ、フれ、ヌるサロンお江戸の町で待ってござるやったー、はい、すげえ、すげえ、<laughs> すっげえ。これはもう二度とできへんやつや。<laughs> ジャルジャルタワー